こんばんは。今日も見てくださりありがとうございます。今日は、チキンとキノコのトマトジュース煮込みです。もう買い物に出るのが手遅かったので、もう家にあるトマトジュースで作りました。玉ねぎを薄くスライスしていきます。で、キノコはね、適当な大きさに切ってます。切ってます？石づきを取ってほぐしてます。で、鶏もも肉は食べやすい大きさに切ります。で、まな板が汚れないように、もういつもの牛乳パックまな板を引いて、なんかぬるぬるがつくのが嫌なんですよ私。で、塩コショウをします。で、このもう牛乳パックまな板の上で完結しましょう。塩コショウして、今度は小麦粉、トマトジュースで作るのでとろみがちょっと欲しいので小麦粉をまぶします。で、もみもみですね。で、もうこのね、まな板、牛乳パックまな板で終わらせて、これポイドすれば楽ちん。で、お鍋に油を熱し、オリーブオイルを熱して皮面から焼いていきます。で、裏返して反対側も焼きます。で、玉ねぎとキノコをドカーンと入れます。どこ行った？私どこ行ったのかな？多分トマトジュースを取りに行ったはず。ほら、トマトジュース 200cc 入ります。で、固形コンソメを2個入れます。で、ケチャップを大体大さじ3くらい入れます。で、もこのまま蓋をして煮込みます。10分から15分くらい煮込んだらこんな感じです。で、ここでかき混ぜて、ヨカ風にかき混ぜて、もう火もしっかり通ってるので、はい、出来上がり。めっちゃ簡単です。もう本当ズボラならではですけど、美味しいです。で、今日はこんな感じの夕飯でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。そして、インスタとアメブロもやってるので、概要欄にリンク貼っておくので、よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、バイバイ。